それではリザ・フェルシュトマンさんが演奏するバッハ無伴奏バイオリンのためのソナタとパルティータからソナタ第1番トタン調、この曲を聴いていきましょう。この曲では重音が多用され、複数のバイオリンの弦が奏でられます。バイオリンというのは非常に繊細な楽器で、弓の角度や圧力、弓を引く速度によって音が大きく変化します。2本の弦を1本の弓で奏でるとき、2本の弦それぞれにどのように圧力をかけていくのか、その違いによってそれぞれの弦の音を調和させる技術というのは非常に高いものが要求されます。それぞれの DA コンバーターでリザ・フェルシュトマンさんの演奏を聞いたとき、複数の弦の音の関係がどのように再現されるか、またバイオリンを奏でているリザ・フェルシュトマンさんの体の動きが見えるのか、音だけが聞こえるのか、その場の雰囲気も同時に伝わってくるのか、それぞれの DA コンバーターで一つの演奏の再現性がどのように変わるのかを集中して聴き比べてみてください。
いかがでしたか？音の違いお分かりになりましたか？ DA コンバーターをオッポソニカダックからマランツ HD ダック1に変えると演奏に深みが出ることに気づきます。リザ・フェルシュトマンさんが抑揚と緩急をつけながらこの曲をより味わい深く演奏しているように聞こえました。 DA コンバーターをエアーボーの HD ダック1スペシャルに変えると演奏を聴いている印象は HD ダック1と大きく変わりませんが、座席が非常にいい席になったように、それぞれの音が細かく、また演奏のディティールや緩急、表現するものがより深く細かく聞き取れるように思いました。デジタルカメラの画素数が400万画素が1000万画素、あるいは1000万画素が2000万画素になったような情報量の増加という音質の変化が感じられたように思います。 UD503 スペシャルに DA コンバーターを変えると、この DA コンバーターがバランツ HD ダック1やエアボー HD ダック1スペシャルに比べて響きが少なめなことがわかります。けれどもこの響きの少なめなことがバッハ的な重厚感や清潔で静かな感じを醸し出し、この曲には UD503 スペシャルの音がよく合っていたように思います。エアボー HD ダック1スペシャルやバランツ HD ダック1は積極的に音楽を楽しませようという音作り、UD503 スペシャルは客観的に音楽を観察するようなイメージでこの曲を再現したように思います。それでは次はグレース・マーヤさんが歌うモナリザでそれぞれの DA コンバーターを聴き比べてみましょう。